大変お待たせいたしました。旅と音楽アコースティックライブ始めたいと思います。ライブの方を始める前に何点か注意事項の方をお願いしたいことがありますのでよろしくお願いいたします。今回のライブなんですけれども、 Ustream というあのインターネットを使った生放送をしております。あらかじめご了承ください。それとライブ中はあのできるだけ携帯電話のご使用を控えていただきまして、マナーモードか電源をお切りいただくようによろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました、旅と音楽アコースティックライブスタートしたいと思います。今回の出演者はハクトさんになります。拍手でお迎えください。皆さんこんばんは、ハクトと申します。どうぞよろしくお願いします。今日はようこそ旅戸へ。なんと旅戸への出演5回目だそうで、僕、はい、いつもお世話になってます。今日もよろしくお願いします。では、お酒飲みながら、食べながらゆっくり楽しみましょう。では1曲目、霞ゆく空。
も影も何もかも傷ついて傷つけ合ったあの頃が春の日に溶けた白斗と申します。どうぞよろしくお願いします。ですね、普段はオリジナルソングを歌って全国いろんなところで、旅をしております、はい、いろいろご縁がありましてね、こちら旅人さんで歌わせていただいております。ちなみにユーストリーム放送というのは皆さんが入る感じですかね。結構かしこまりました。ということはあれですかね、今もう生で見とられることは見とられるということでよろしくお願いします。東京の方で活動していることが多いんで今日ね車じゃ持ってない人ちょっとねここまで来られなくてっていう人もいるんでイストリームでね見てくださってる方もいるんでよろしくお願いします。ですね、今日白斗をね初めて見る方もたくさんおられると思うんでちょっと最初もう一曲名刺代わりに白斗のオリジナルソングをもう一曲聴いてください。翼という曲です。翼を広げて黄昏に向かう、もう戻れない時の中、夢を追いかけた好きなものは好き、ことじゃない叶わなかった日々思い出すたびに忘れたふりをして虚しさ胸締めつけた僕が僕である理由が欲しいから誇りを払ってまた歩き始め黄昏に向かう、もう戻れない時の中、君を追いかけた信じられない、諦めるわけにいかない、落ちてく夕日に
しかった失った愛の行方を諦めた未来の行方を木っ端みじんに散った夢のかけらを拾いよどうもありがとうございます。すいません、ちょっと常温のお水をいただけたら助かるんですけど、そろそろ暖房の季節になってきたんですね。声がねかすれてくるんですよ僕。ボーカリストは結構暖房に敏感な人がおりまして、僕はその類の一人です。はい、エアコン使うとね声が出なくなっちゃうんですよ意外と。これからちょっと戦いですね。あ、助かります。ありがとうございます。次は皆さんの知ってる曲をやりたいな。夜空の向こうって知ってますか？夜空の向こう。やっとこのちょっと難しいギターが弾けるようになってまいりました。
夏で開放的な気分になったんですけど、いつの間にか寒くなったらちょっと心がねキュッと内側に向く、そんな感じですよね。じゃあ夜空の向こう、歌える方はぜひ一緒に。ちょっと行動がおかしくなった。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。誰かの声に気づき僕らは身を潜めた。公園のフェンス越しに夜風が吹いていた。君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所、今でもまだ締め付ける。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。窓をそっと開けてみる。冬の風の匂いがした。悲しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。ことさえもいちいちためらうくせに、つまらない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの。僕の心の一番奥で空回りし続ける。あの頃の未来に僕らは立っているのかな。全てが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも日々は続いてゆくのかな。雲のない星空が窓の向こうに続いてる。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。ありがとうございます。
かなか最近歌いたい曲が多くて、今日も曲をね、歌いたい曲を絞らなければならない感じなんですけど、僕の活動の中で福島に行って月に2度ほど歌わせていただくというのを2年間ずっと続けておりまして、その中でできた曲がありまして、その曲をちょっとね歌わせていただきたいと思います。ちょうど汚染水の問題がいろいろあったんですけど、汚染水で魚が取れなくなってしまった相馬市の曲です。はい、風化させないように吐くと歌ってきてくれよと言われてますんで、はい、ぜひ皆さんに届けたい、ガッツポーズという曲です。涙溢れ
つの日かこの街がよみがえる時を君は待ってるよね見守っていてそう魔の誇りを胸に負けてたまか君は今も僕の心の中に生きるくじけそうな時助けてほしいよそばにいてくれいつの日かこの街がよみがえる時を君は待ってるよね見守っていてそう魔の誇りを胸に負けてたまか いつの日か魚で牡蠣あふれる街に戻った時は空にいる君へ両手をあげてガッツポーズ決めるさどうもありがとうございます。ありがとうございます。吐くとほっとくとこんな感じでバラードばっかり。でもですね。こう見えて10年前はロックバンドのボーカルをやっておりまして、はい、その時は化粧するバンドが多かったんですね実を言うとなので化粧して歌っておりましたで今日ひょんなきっかけでこの前出会いましてその時ロックバンドの時に化粧してた方がしてくださってたメイクさんが来ております奈々さんどうもどうも東京の方に住んでたんですけど今龍ヶ崎結婚して龍ヶ崎にねはいあ牛久かごめんなさい住んでるということで今日はありがとうございます今日メイクしていただこうかななんてちょっと思ったりもしたんですけどどうだっつ次回じゃあ次回行きましょうか、ね、じゃあ次回メイクして現れますんでよろしくお願いします何メイクにしましょうねでもね迷いますねあれですかねロックバンドの時は僕女性メイクをやってたんですか女性メイクではない女性メイクではないそうです、はい、よしちょっと
あの喋り始めるとあのスイッチが入っちゃうんで、今日はあの歌をねたっぷり聴いていただこうと思って、はい、次の曲はあの第1部2部と分かれてまして、あの次の曲で1部は終わりにしたいと思います。また2部すぐあのちょっとご歓談した後に歌いたいと思いますのでよろしくお願いします。ここの店はお酒も料理も全部美味しいので、山梨富士見ホテルで修行されたんですよね。あれ富士屋ホテル山梨富士屋ホテルであの修行された田岡店長が作ってるんで、僕はもう大絶賛ですね。料理本当美味しいです。はい、すいません、もうあのホテルのことあんま知らないもんで、あとあのそんな店長は今日あの本日限定のアーティストカクテル、あの白うさぎというカクテルを作ってくれましたんで、あのホットカクテルでございます。こちらあの、説明しますと、ココナッツ、あとライムジュース、あとカルピスで、あのもうあの運ばれてきた時点でもうココナッツの香りがすごいいい匂いするカクテルなんで、よろしければ頼んでみてください。よろしくお願いします。では次の、第1部の最後の曲はワインが美味しくなるおまじない、ワインレッドの心。No.
その透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出してみせてよ、揺れながら、どうもありがとうございます。では少し、ご歓談の後また第2ステージ始めたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは第1ステージの方一旦ここで、休憩を挟みまして第2ステージの方に、進めさせていただきたいと思います。今9時、ごめんなさい、8時40分ぐらいですので、9時ぐらいから予定しております。よろしくお願いいたします。それと初めに小さい茶色い封筒をお配りさせていただいたと思うんですけれども、このライブは投げ銭ライブになってますので、もし白兎さんの歌を聞いてすごい素敵だなと思われる方いらっしゃいましたら、少しお気持ちで結構ですので入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。それとさっき白兎さんもご案内してくれましたオリジナルカクテル用意しておりますので、ぜひご賞味ください。それでは今から20分程度休憩時間とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。